ウルシュウルシュとは、日本、中国、朝鮮半島では、ウルシかウルシ族の落葉鉱木のウルシ主成分は、秩序によって異なり、主として、日本、中国産秩序は、ウルシオール、台湾、ベトナム産秩序は、ラッコール、タイやミャンマー産秩序は、シチオールを主成分とする。ウルシは油中水球型のエマルションで、有機溶媒にかような成分と水にかような成分、 さらにどちらにも不要な成分とに分けることができる。空気中の水蒸気が持つ酸素を用い、キュウルシに含まれる酵素の触媒作用によって、常温で重合する酵素酸化及び空気中の酸素による自動酸化により効果する。酵素酸化は水酸基部位による反応で、自動酸化はアルキル部位の過強である。酵素酸化にはある程度の温度と湿度が必要であり、 これがうまく進行しないと全く硬化しない。硬化すると極めて丈夫なものになるが二重結合を含んでいるため紫外線によって劣化する。液体の状態で加熱すると酵素が失活するため固まらなくなり、また小脳を混ぜると表面張力が大きくなるためこれを利用して漆を塗料として使用する際に油絵のように筆跡を盛り上げることができる。また 万願化合物を含む、地の粉と呼ばれる、軽藻塗装から採取される土を混ぜることで、厚塗りしても硬化しやすくなり、螺源に分厚い素材を使う際に、これが用いられる。金属などに塗った場合、百数十度まで加熱することで、焼き付け塗装することもできる。縄文時代から漆で固定された矢尻が出土しており、人類はまず接着剤としての用途を発見していたと、考えられる。 江戸時代などには、漆を接着剤として用いることもよく行われた。例えば、小麦粉と漆を練り合わせて、割れた時期を接着する例がある。硬化には2週間程度を要する。接着後、接着部分の上に黒漆を塗って乾かし、さらに赤漆を塗り、金粉をまぶす手法は、金継ぎといい干渉に応える。ないしは、工芸的価値を高めるものとして扱われる。 輪島塗り現在最も一般的な用途は塗料として用いることである。漆を塗られた道具を漆器という。漆塗りは伝統工芸としてその美しさと強靭さを評価され、食器や高級家具、壁、床材、楽器などに用いられる。楽器表面を漆塗りすることで、響きや音色が良くなると話すサクソフォンやバイオリンの奏者もいる。単色で塗るだけでなく、 漆それ、自体や、他の塗料、顔料と組み合わせて、絵、模様を描くことや、金庫、銀粉を散らした、薪絵、貝殻をはめ込んだ螺鈿に仕上げることも行われる。漆は一旦硬化すると、熱や湿気、酸、アルカリ、アルコール、油にも強い。腐敗防止、防虫の効果もあるため、食器や家具に適している。一方、紫外線を受けると劣化する。また、 極度の乾燥状態に長期間さらすと、ひび割れたり、剥がれたり、崩れたりする。漆を用いた、日本の工芸品では軽漆器がよく知られており、漆塗りの食器では、輪島塗りなどが有名。竹細工の籠を漆で塗り固めるものや、塗り重ねた漆に彫刻を施す、工芸品もある。碁盤や将棋盤の目も、伝統的な品では黒漆を用いて葉を潰した、刀に漆をつけ、 盤上におろす立ち目盛りという手法で書かれる。伝統的な将棋駒はつげを書体に合わせて彫り、黒漆が塗られる。彫った表面に漆を塗る彫り駒、黒漆ととのコを調合して彫りを埋める彫り、マイク、彫り前の表面にさらに漆を塗り重ねた盛り紙駒がある。漆の色塗料としての漆の伝統的な色は黒と朱であり、黒は酸化鉄粉やすす、主漆には、 ベンガ柄や新車などが顔料として用いられる。黒漆と朱漆を用いて塗り分けることも行われる。純朱漆は半透明な通る漆にベンガ柄を用いて焦げ茶色系統を出す技法である。なお、数百年を経て退職した黒漆が焦げ茶色になることもある。江戸時代に入ってからはキュウル漆と青漆が開発された。キュウル漆は トールウルシに意識を加えたものである。青ウルシは木ウルシに藍などを加え発色させたもので、実際の色は青ではなく緑色である。伝統色の一つ、青ウルシ色も深い緑色を指す。金箔の上にトールウルシを塗り、金属光沢のある赤金色に輝かせる技法は、白断塗りと呼ばれ、安土桃山時代の武将の甲冑にも例が見られる。 昭和以後は酸化地ン系顔料の登場により赤と黒以外の色もかなり自由に出せるようになった。福井県工業技術センターが漆と同量を混ぜることでカラフルで透明感のある仕上がりになる塗料を開発するなど漆を応用した塗料、塗装技術の研究は現在も進んでいる。ベトナムには漆で絵画を描くソンマイと呼ばれる独自の芸術が存在する。 作品は西洋絵画風、東洋の山水画風など様々である。古くから存在した漆器、漆工文化にフランス植民地支配下の1925年、設立されたインド市の美術学校で教えられた西洋美術が融合して生み出された。製法はまず板に布を貼って、おがくずをすり込んで固める。その上に漆や泥などを塗り、研く工程を反復して、 表面を滑らかにする。顔料を加えた色漆で描画し、さらに卵の殻や貝殻、金箔、銀箔も使って複雑な色調や立体感、質感を表現する。古来より漆の利用を行っている。以前は漠然と日本の湿芸は中国からトライしたものと考えられていたが、技法や色などトライしたとするには説明がつかないことが存在する。 少数民族である遺族は古くから手記や食器として漆器を用いている。漢桶に漆を塗る地域がある。かつて韓国では夜行街を使用した見事な螺鈿細工が有名だったが衰退し現在は南部に数軒残るのみでほぼなくなっている。言葉岩が漆器で有名。観光地では多くの売り子が盆などを売っている。仏寺に用いる食器に 漆が塗られている。仏教の信仰心に厚いブータンでは、摂生が固く禁止されているため、漆の木を描くことを、しない。よって取れた葉の茎から染み出す漆を塗りつけることでしか、漆の塗布ができない。売り物ではないため、外国人が目にしたり購入することは、とても難しい。日本では、漆か描き職人が対象とする木の幹の表面に、地面に対して、 平行方向に若干湾曲させて、切り込みを入れ、染み出す樹液をっ滴ずつ切れ込みをなぞってすくい取り、タカッポと呼ばれる木製の容器に集める。他の地域では、5時に切れ込みを入れ、貝殻、缶、プラスチック板などを打ち込み自然に垂れてきた樹液を受け皿に貯める。漆書きの方法は、一年で樹幹の全体に傷をつけ、漆液を取り切り、 その後、方が更新のため木を切り倒してしまう、札化気泡が現在日本では主流である。植え付け後4から5年、内し6から7年の樹種が20センチメートル内外になる頃、また、樹齢の大きいものでは、樹液が盛んに流動する5から6月頃から11月中旬に採液を行う。他には、数年にわたって取り続ける、養生が気泡がある。以下、 札影器の採取法について記す。まず外皮を削り取り、樹幹の地上 25cm の箇所から小え型に 35cm ほどの間隔で樹幹の位置側面に長さ 2cm 用の横溝をつけ、次に反対面にも、また表面検討管のほぼ中央から剣付けを施し、小え型に向かって表面と同様に行い、螺旋状に傷をつける。 傷の長さは2から3センチメートル、深さは6ミリメートル、剣付けの数は周囲22から2 5トルくらいのものでは、9から11箇所、剣付けが終われば、溝の上部6から9ミリメートルばかりの箇所にさらに横溝をつけ、次に材部にまで達する傷を与え、流出する開白色の入場の液を漆壺内に採集する。走行は1日に、 全単当樹の4分の1を採液し、全樹の採液が終わったら元の木に帰り、9剣付の髪型6から9ミリメートルばかりの箇所に横溝を施して採液し、以上の作業を幾回も繰り返す。溝の長さは、替えごとに長くし、秋の悲岸までに十数回から二十数回の横溝を隠して採液する。採下部は、表裏両面もに剣付の上下に、 横溝を施し、すると傷の配列は、中央のくびれた鼓状をなすので、鼓層といい、変装と区別される。変装で得た液は初漆、り漆、末漆に区別される。変付けが終わったら、剣付けの株及び幹の細い部分から、採液し、さらに乾明不傷の部を選んで、採液し、また枝を伐採し小刀で傷をつけ、採液する。 採液がことごとく終了したら、樹幹を伐採し根株から発芽させ新林に備えることとする。採液の終了は、樹艦 18cm のもの 110g 内外、樹艦 21cm のもの 125g 内外、樹艦 24cm のもの 140g 内外、樹艦 27cm のもの 190g 内外。 ンチ 30cm のもの 245g 内外、ンチ 36cm のもの 375g 内外、ンチ 42cm のもの 490g 内外、ンチ 51cm のもの 750g 内外、ンチ 66cm のもの 1540g 内外で、ある。ただし、樹齢、土質、気候、総方などにより多少異なる。 アラミには樹皮やゴミなどが混ざっているので、まず少し加熱して流動性を上げてからろ過をする。現在は麺を加えた上で、遠心分離器で分離する方法も使われている。ろ過が終わったものは、キュウルシと呼ぶ。キュウルシの生成は、攪拌して成分を均一にして粒子を細かくする、ナヤシと点日などで低温で、水分を蒸発させる、黒目という二つの工程に分類される。 また、これらの工程で、用途や品質に合わせて、油分や鉄分等の添加剤が加えられて、生成漆となる。生成時に鉄分を加えると、漆オールなどとの化学反応で、黒い色を出すことができ、黒漆となるが、鉄分を加えないと色の薄いトウル漆となる。生成漆には、油油系と、無油系の2系統に大きく分類される。一般にあり油系は発色。 艶がよく、加色や上塗りに用いられる。ム油ブラ系は、研磨に向いている。生成が終わった、通る漆には、必要に応じて朱色などの顔料を加えて、色をつけて使用する。基本的に用途と品質によって分類される。地域や業者によって名称が異なる場合もある。日本国内の漆の生産量は、需要量の1%程度でしかなく、 残りは中国からの輸入によりまかなわれている。その輸入量も1990年前後が300トン以上であったのに対し、2007年以降は100トンを切る傾向にある。日本国内の生産地は、現在生産量で見ると、約7割が常房寺漆に代表される。岩手県産、約2割が茨城県産、約1割が栃木県産となっている。漆生産の場では、 漆氏かき職人が減少し続けており、今後、文化財の修復に必要な国内産漆の確保に、支障が生じることから後継者の育成が課題となっている。生の漆が肌につくとかぶれるが、これは漆オールによるアレルギー反応である。漆オールのアレルギーを持つ人は、漆の木の近くを通過しただけでもかぶれることがある。果物のマンゴーも漆氏の植物で、人によっては、 かぶれることがある。かぶれの程度と症状は人によって実に様々である。はじめは漆が付着した部分のみであるが、書いたり刺激することで徐々に蔓延し、ひどい場合には全身にまで広がる。効果のある薬剤などは今のところなく漆に触れないことが重要である。漆職人など業務上漆を扱う必要があるものの間では、漆のかぶれには耐性が生じることが 経験的に知られている。そのため、新規入門者には漆を舐めさせるなどして、重度のかぶれを人為的に経験させる対処法が伝統的に存在する。漆器ではかぶれることはないが、稀に作られて間もない場合、かぶれることもある。これは重合され、残った漆オールが揮発するためである。十分に重合が進んでいれば、被れることはない。漆に被れた場合は、 わらびの根を煎じた汁、煮たサワガニの汁、抗酸水などを幹部に塗る民間療法がある。将棋の駒にも漆が使用されているが、将棋騎士の加藤一文は、漆アレルギーであるため、漆を使っていない駒が、加藤のために用意されていた。日本列島における漆の利用は、縄文時代から開始され、土器の接着、装飾に使われているほか、木製品に漆を塗ったものや、 櫛など送信具に塗ったものも出土している。漆製品は縄文早期から出土し、縄文時代を通じて出土事例が見られる。2000年に北海道函館市で実施された柿の姉妹遺跡の調査で出土した漆塗りの副葬品が約9000年前に作られたものであったことが明らかになった。これが現在世界最古の漆塗り製品である。 弥生時代の遺跡からは漆製品の湿度は少なく、塗装技術も縄文段階と異なる簡略化されたものが多い。弥生時代からは武器への漆塗装が見られ、古墳時代には比較製品や鉄製品などへの加工も行われている。古墳時代に至ると棺を漆で塗装した漆棺の存在も見られる。古代には、 漆容器の蓋紙に廃棄文書を転用することが行われているが、漆の新準した廃棄文書は漆紙文書と呼ばれる。漆紙文書は途中においても依存しやすくなり、木簡や木書土器と並ぶ湿度文字資料として注目されている。奈良時代には漆製品も存在し、良質な漆液を用いて間をかけて製作した、検知式は貴重品として、貴族階級が用い。 一方で、漆の使用量を減らし短分しぶちを用いた大量、生産された普及型漆器は、庶民が用いたが、漆絵や蒔絵で装飾したものも見られる。中世には、林産資源の一つとして、漆の採取が行われており、海の国では死後武田氏が、漆の納入を求めている文書が残され書斎。公用軍館では、武田信玄が織田信長に漆を贈答した逸話が記されている。 イロハーザル衣装に日本における漆塗りの起源として次のような話が載っている。和文子は、宇田の秋山で漁をしていた時を追いをいたが、仕留めることができなかった。漆の木を折ってその汁を矢先に塗って再びいると、とどめを刺すことができた。その時汁で巫女の手が黒く染まった。部下に木の汁を集めさせ、持っていたものに塗ると美しく染まった。そこでこの地を、 ウルシカワラノと名付け、ウルシの木が自生しているソニザトにウルシベの作りを置いた。自分自身のミイラを仏像、すなわち促進仏とした修行者たちは、体の防腐のために、あらかじめタンパク質含有量の少ない好みの実を食する、菊湯を行うとともに、入場の直前にウルシを飲んでその防腐作用を利用したという、ウルシかの落葉鉱木、ビルマウルシ。学名。 グルータウシタタ、ビルマゴ、IPA、SST、しスイスイあるいはティスイ。ビルマゴは、現代語における綴りと実際の発音との乖離が、激しく、ALALC 本字法で綴り通りに転写すれば、作成となるが、西欧の文献では、設置などの表記で見られる。ありがとうございます。